はい、瓜谷さん、今日は。はい、今日は皇妃エリザベトなんですが、この絵はどなたが描いたんでしょうか。この人は何しろもう大人気だった、オーストリアの皇妃エリザベートね、まあ最後ではないんだけれども、もう実質最後の皇妃だったから、肖像画も多いし、あともう時代が時代だから、19世紀の終わりだから、写真も結構たくさんあるんだよ。なんだけど、これ1865年、彼女が28歳の時に描かれた絵なんね。これが一番有名であることは間違いないよね。だからあのミュージカル、宝塚もあの東宝ミュージカルも、これをイメージした衣装を着たやつが、だいたいメインビジュアルになってますよね。まあ、それもそのはず、この肖像画、数あるエリザベトの肖像画の中でもよくできてるんですよ。なぜならこれを描いたのはですね、最後の宮廷肖像画家と呼ばれた、ウィンターハルターっていう人なんですよ。この人ですよ。もう最後の肖像画家って感じだろ。宮廷肖像画家。この人は1805年の生まれで、バーデン大公国で生まれたのね。で、13歳の時にフライブルクの画家に入門した後、そのバーデン大公が、お前勉強してこいって言ってお金出してくれて、ミュンヘンの、当時のドイツの美術の中心のミュンヘン美術アカデミーに行くんですよ。で、その時ミュンヘンでヨゼフ・カール・シティーラーに指示してるんですよ。どなたですか？どなたですかじゃないよ。シティーラーやりましたよ。覚えてませんか？シティーラー、思い出してください。ベートーベンの肖像を描いた人ですよ。つまり美人画ギャラリーの美人画を描いた人ですよ。あの人ですよ、シティーラー。シティーラーの弟子なんですよ、この人。だから、シティーラーと同じで、この適度に盛った肖像画っていうのが得意だったわけですよ。で、それでもう王侯貴族に大人気だったの。で、もう当時の全王の王室をほぼ制覇してるぐらい、もうドイツ語圏もちろん、フランス、イギリス、オーストリア、イタリア、ベルギー、ロシア、ポルトガルと、大概の王室、この人が肖像画描いてるっていう大肖像画家なんですよ。で、シティーラーは美人画ギャラリーで有名だけど、この人はもちろん男性の肖像画も得意で、このエリザベトの肖像も、旦那のフランツ・ヨゼフと次いで描かれてるんですよ、同じ年に。こう背景やなんかも同じでしょ。そうですね。で、この時ね、この秀作みたいな感じで、エリザベトの別バージョンも書いてる。で、これでわかるのは、少なくともこの頃彼女は髪の毛が自慢だったんだなということが。そうですね。この豊かな黒髪が、この人の売りのポイントだったんだなっていうことがわかるんですけど、そこをこう逃さず、それがこうよく見えるような書き方で書いてるってところがさすがシティーラーっていうことなんだけどね。で、この人こういう、だから単独の肖像画も得意だったんだけど、群像肖像画が得意だったことで有名なんですよ。例えばこれはイギリスのビクトリア女王一家が描いたやつなんですけども、これビクトリア女王で、これ旦那のアルバート公。で、もう一番有名なのはね、ナポレオン3世のあの、お妃だったウジェニー皇后、侍女たちに囲まれるウジェニー皇后っていうこの作品なんだよね。で、この作品さ、もうさ、ロココじゃん。18世紀のロココの、あのいわゆるこの外でこうガーデンパーティーを描く画縁画っていうやつ、もうブーシェとかさ、フラゴナールの世界じゃん。これ描かれたの1855年なんだよ。で、1855年といえばパリ万博があった年ですよ。これだからパリ万博に出品された。1855年のパリ万博といえば、出禁になったクールベ先輩がその横で個展を開いた年ですよ。だ、そんな年にもう近代だぞっていう時に18世紀みたいな絵描いてるんだよ、この人は。でもこの人のこのヴィンターハルターの時代に、王室とかがどんどんあちこちでなくなっていったり、ハプスブルク帝国が崩壊したりとかなくなっていくわけ。だ、これがその最後の宮廷肖像画家と言われたゆえんですよ。実際だからこの彼が描いたこのフランツ・ヨゼフ、フランツ・ヨゼフって68年間も皇帝やってたんだよ。わー、すごい。で、この人は1916年に亡くなって、その2年後にハプスブルク帝国が崩壊するわけだよ。第一次世界大戦があって。だからもう実質この人の最後の輝きなんだよね、ハプスブルク帝国のね。で、
それを象徴するのがこのエリザベートだったんだよ。だこれがオーストリアでこの人人気ある理由の一つは、オーストリアが一番良かった最後の時代を象徴する人だからっていうのもあるんだよね。でこれを書いたのは、そのさっきも言ったもう最後の宮廷画家ビンターハルタ。ビンターハルタが60歳の時の作品なんだよ。だからもうこれも最後の作品。もうこの書いた画家も書かれたこの皇帝コーヒーも、もうその最後の栄光の中で生まれた作品がこの作品だったんだよね。